何をお祈りしたんですか。本当にこう、うん、今日もねこうやって来させていただいてありがとうございます、はい、って感じのことが多いですけどもね、はい、うん、あんまりその人が言った願い事聞いて笑うとかよくないと思う。しかも今もうプッてもうこらえられずにもうプッて言っちゃったから、いやなんかすごい欲張っちゃったなと思って自分が。あ結構言っちゃったんですよ。なんかせっかくなんでと思っていっぱい言っちゃったと思ってちょっと恥ずかしくなりました。そんなことない。ちょっとその辺いろいろお話聞いてみましょうか。はい、こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。ようこそお参りくださいました。可愛らしい神主さん、うん、あどうも、はじめまして。はじめまして。なんかお願い事を、はい、欲深くたくさんしちゃったって反省してるんですけども、はい、それどうなんですか、そのって。まあでも人間誰しも願いはあるから伝えるのはいいですけど、自分でその目標を忘れないことですよね。ああなるほど、なるほど、はい、まあねこう縁結びということで恋愛だけじゃないじゃないですか、ご縁っていうのは、はい、なんかこう今自分で悩みじゃないけど、うん、こういうふうにしていきたいみたいな話があったらぜひねちょっとこうお話なんか相談してみたら。でなんか大人になったら、はい、友達ってできないじゃないですか、改めて。できます、できます。え、できます？いつでもできる友達は。でもなんか大人になってから学校とかないから、あなんか出会いがないんじゃないですか、お友達になる機会が。あそういうイメージ、まだ若いからそう思うんですよ。これね、大人になっても出会いってありますよね。ありますよね。そうなんですか。なんかいないんですか、うん、友達っていう、今例えば業界とかでも仲いい人とか。なんかお友達いるん、なんか学生の頃を思い出すような中学生の自分に帰れるようななんか無邪気に遊べる友達が欲しいです。うんうん、そもそもメンバーでね今卒業されましたけど、はい、今こうやって頻繁に連絡取ってご飯行くとかって人いないんですか？いるんですけどやっぱ HKT なんでみんな福岡にいてなかなか東京と福岡で会える距離じゃなくて、そうなん、東京に全然友達がいなくてまだ出てきて半年ちょっととかなんですよ。なのでまだいないんですよね、なかなか。あとだってほらアイドル活動も何歳からやってんでしたっけ？15歳です。あ、だから忙しかったんだ。はい、でしかも、ね、きっと15歳から始まって周りにいる同年代の子たちっていうのは友達というかやっぱライバルっていう関係性でもあるから、さすが、ね、私もそう思います。なかなかねそこで気を許したり心を許したりってことがしづらかったのかもしれないですね、はい、なんかやっぱどこかでお仕事ってなんかすごい大切な仲間なんですけど、うん、なんか青春河川敷とかでなんか夕日見ながらイエーイみたいな古っっていう感じの友達を探してるんですけどなかなか出会えなくて。よかったらごめんなさいね、今日こちらご縁がね大事なね場所に来てますんで、あの河川敷で、ひなちゃんと一緒にですねイエーイって夕日見ながらやってくれる方いたら、あのちょっとなんかツイッターとかもねやられてますんで、皆さんよかったらちょっとそちらの方にメッセージ、はい、お願いします。ちなみにその福岡の方だとあの HKT だとどんな方たち仲良かったんですか？雲上ひろなちゃんとか。あ、雲上さんね、はい、小田彩香さんとか、うん、今度ぜひねそのお二人が東京来た時なんかね、はい、こちらのね今戸神社さん、うん、案内とかしてあげれば。あ、ちょっと隅田公園のところもねあの歩いてて気持ちいいし川もあるので、うん、そこでちょっと青春もできると思います。あ、いいです ね、川とか好きです私、うんうん、そこがいいんじゃない？もう叶いますね、うん、すぐ叶うわ。そこでできんじゃないですか、その川で、うん、ご縁が見つかりました、もうすでに。ちょっと一応それなんか面白そうだから、はい、あのそう参加はしないけど一応回していいぞとやるとき教えてもらっていい？わかりました。なんか面白そう、その3人で夕日のところで川でね、はい、うん、って言ってたらなんかすごい良さそうな、うん、いいと思います。この神社も絶対行きます。あ、お待ちしてます、はい、どうします、なんかじゃあ絵馬書かせていただきますか、せっかくなんで、はい、書きたいです。はい、ではこちらへ行ってください、はい。私の母がそこにいるんです。そうですよ、お母さんがまた元気でね、はい、今度じゃあ彼氏と一緒に来てねいいですねいいですね聞こえますね島田さんがいいですねって言ってくれて、あ、すみません、彼女できて5ヶ月でして、あ、素晴らしい素晴らしい、お幸せにありがとうございます。ありがとうございます。ではどうぞはい、頑張れ。はい、はい、どうぞ。はい、ではゆっくりかけましょう。ありがとうございます。はい、今、はい、ゲットしました。何書こうかな。あ、それ裏側にはまんないやつなんで、マジックね、キャップがね、ずっとやってましたからバレてました。ずっとぐるぐるやってるなと思って、永遠にはまんないんで全然はまんないな気持ちわかりますね、やりたくなりますね、はい、どうしよう。じゃあ書きます。はい、楽しみに待ってます、こっちは。はい、日付も書いた方がいいですか？そうですね。
はい、かけました。じゃあカメラの方に、はい、皆さんの方にも見せていただいていいですか。じゃん。お仕事でいい縁に出会えて素敵なファンの方と縁がありますように。松本ひなた2023年3月16日素晴らしい。かわいい。これにしました。叶いますように。叶いますように。ただ漢字が違うのが緑になっちゃう。どうも、どうも大丈夫だけどね。ファンの、そのファンもさ、ファン、ファニン。ファニンの方と緑がありますように。神様混乱すよ。ただでさえお忙しいんだからさ。でも声に出して読んでらっしゃったから大丈夫だと思う。ファニンの方と緑がありますようにって何マジで。ファンの方は喜ぶよね、このまんまの方が、ね。うん、なんかもうさ、松本ひなたファンはさ、そう、これですこそって感じなんじゃない。ファニンでしようよ。そういいんじゃない。あるじゃん、ね、いいね、ファン名称みたいな。ファン名称とかあるけど、今日からファニンの会だ。一応ひなたぼっこっていう名前なんですけど。あ、ひなたぼっこいいですね、はい、けどファニンにした方がいいですかね。やっぱこれも出会いですかね。ひなたぼっこの会員はファニンってことで、ね、あ、なるほど、うんうんうん、そうします。あ、でもいいですね、はい、かわいいね。いや、よかったです。楽しいです、はい、よかった、ありがとう。じゃあ結びましょうか。はい、結びたいです。動揺しちゃった。え、ちょっと本当に引く、私も引っかかる。ズボンが引っかかるね、これね。どこら辺に結んだらいいとかありますか。あ、どちらでも神様ですのでどこでも大丈夫ですけど、自分が結びたいなと思うところで、直感で、ね、ここがいいなって思う場所がいいんじゃないですか。 そこによって違うってわけではないのでね、ここに結びたいってところ。じゃあここに結びます。はい、なんでそこがいいの。なんかここだけ光ってました。お、すごい。、はい、感じたんだ。ここだけ感じました。じゃあ結びます。よいしょ。はい、行けました。いいと思います。結べました。こちらに収納しておきます。収納とかあんま言わないけど、縦に収納みたいな。はい、というわけでね、はい、まあ、今回こちら今戸神社さんに来させていただきまして、はい、うん、見事ね、はい、ファニンと緑ができたってことでね、よかったですね。よかったです。素敵な、今回も素敵なご縁がありました。だからすごい今日はこの神社知らなかったんですよ私、はい、なので出会えてよかったなってすごく思いました。はい、あの見てる皆さんにですね、あのこちら、はい、今日一緒にねお参りしていただいたと思うんですけども、うん、あのご縁ですね、まあ、恋愛運とか人気運、これをですね、まあ、特にこう強めたいっていう方、はい、家でね簡単にできる開運法があるんですよ、うん、それはですね、家でクローゼットとか、はい、タンス、ここをきれいにするってことなんですね。これあのクローゼットやタンスというのは洋服をしまう場所じゃないですか、はい、洋服っていうのは人に会うために着るアイテムなんですけども、はい、それを収納するクローゼットやタンスっていうのがその人の人間関係や恋愛関係を表す場所と言われてるんです。へー、だからそこがもうぐちゃぐちゃに乱れてると恋愛とか人間関係も乱れがちになっちゃう。綺麗ですか。綺麗です。あ、よかった。でさらにね、一番要注意なのがパンパンに服がこう詰まってて、もうスペースがないって方届きますよね。はい、どう。私パンパンです。これ NG なんですよ。え、さっきそこが人間関係とか恋愛関係を表していましたよね、はい、そこがパンパンってことはもうそこに新たに入ってくる余地スペースがないってことになっちゃうので、できればねその辺はまあ整理して3割ぐらいはこう隙間を空けておくと、またいい出会いが入ってきやすくなると言われてます。なるほど。絶対もう今日今すぐします。帰ってもお願いしますね、はい、やります。ちゃんと絶対やります。本当隙間欲しいです。いい出会いが入ってるスペースですからね、はい、皆さんもぜひねその辺もね、はい、参考にしていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか今回のね友達の旅会、縁結びにご利益のある浅草今戸神社の方に来ました。ぜひ皆さんにも素敵なご縁がありますように、はい。